第4章チェレンコフの光の謎に挑む。第2章では太陽から飛来する電子ニュートリノフラクスの測定結果が理論値と大きく隔たっていることにつき述べ、第3章では太陽とはどのような星なのか、星としての太陽の銀河系内での位置づけにつき述べてきました。この第4章では、日本の神尾関連における電子ニュートリノの検出原理であるチェレンコフの光につき、詳細に検討していきます。1968年頃から、ホームステイク鉱山地下の太陽ニュートリノ観測チームから公表され始めた太陽ニュートリノフラクスの観測数値が理論的推定値との間に大きな隔たりがあることが明確となってきました。素粒子物理学上のニュートリノについて、現代では大型の粒子加速器の建設に伴い、素粒子物理学が著しく発展してきました。この結果、我々を取り巻く物質界を構成する最も基本的な粒子に関する全体像が明瞭になってきました。加速器による実験により、基本粒子のすべてが発見されているのです。全体像とは以下のような素粒子に分類されています。大別すると、クォーク群、クォーク、重たい粒子とレプトン群。レプトンは軽い粒子を意味します。このレプトン群から構成されています。これらの粒子群の間で働く力、相互作用には4つの種類があります。すなわち、強い力、電磁力、弱い力、そして重力であります。これらの基本粒子と相互作用、インタラクションを媒介する粒子群により構成されています。さらに、基本粒子であるクォークとレプトンは、1,2,3 の3世代に分類されています。軽粒子であるニュートリノは、3世代に対応し、3種類あるのです。すなわち、第1世代電子ニュートリノ、第2世代ミューニュートリノ、第3世代タウニュートリノであります。世代が上がりにつれ、各粒子の質量、エネルギーレベルが上がり、その結果、高いエネルギーレベルの第2、第3世代の粒子は、エネルギーレベルの低い第1世代への粒子へと崩壊するのです。この現象がニュートリノ振動と呼ばれる現象で、この本の主題である太陽ニュートリノ問題を解決に導いた現象であります。今の時点では、この言葉を記憶に留めておけば良いでしょう。我々を取り巻く自然界を構成する基本粒子は、陽子と中性子であります。この陽子と中性子は、第一世代に属する2種類のクォーク、アップクォークとダウンクォークの複合体であります。これらのクォーク間を結びつけているのが強い力であり、この力の作用を媒介するのがグルオンと名付けられた素粒子なのです。では、太陽の中心部に戻るとしましょう。太陽中心部では、陽子連鎖反応により、陽子4個からヘリウム核1個が合成されます。この反応過程には3つの競争過程があるのですが、どの過程においても電子ニュートリノ2個が創生されます。他のニュートリノのミュー、タウニュートリノは
質量があるとすれば、かなり大きいと予想されています。電子ニュートリノを地球上で捕まえ、その単位面積、単位時間あたりの流量、すなわちフラックスを測定することで、太陽中心部で現在起こっている過程を推測できることになります。この電子ニュートリノを検出するための装置を設計し、制作したのがレイモンド・デイビスでありました。3種類のニュートリノは共に物質と相互作用が極端に弱く、3種類の中で質量が最も小さいと推測されています。電子ニュートリノを実験で捕まえることは非常に難しいのです。しかし、方法はあるのです。素粒子の中で最も軽い電子と電子ニュートリノが衝突した場合には、電子ニュートリノが電子を跳ね飛ばす現象、散乱と言いますが、この散乱が起きる場合があります。電子の散乱が水中で起これば、跳ね飛ばされた電子の運動速度が水中における光の速度、光速度を超える場合が生じます。この時、電子の運動によるチェレンコフ光、チェレンコフの光が発生します。この光を水中に設置した光電倍増管によって捉えることで、間接的ながら電子ニュートリノの検出ができることになります。この原理を使って電子ニュートリノの検出をしているのが、我が国の東京大学宇宙船研究所神岡研究施設、通称神岡デであります。アメリカのデイビスが採用した方法は、塩素の同位体が電子ニュートリノとの相互作用をした結果、アルゴンの同位体になる反応を利用しました。アルゴンの同位体から放射される X 線を計測する方法であります。それに対して、カナダのサドベリーに建設された地下観測所では、重水、重たい水、重水を使って、散乱、中性流、荷電流というニュートリノの3種の反応過程、すべてを同時に働かせて、太陽ニュートリノフラックスを測定、実験が行われました。この実験こそが、太陽ニュートリノ問題を解決した実験であります。この実験については、次章で、次の章で詳しく触れる予定です。これらの測定原理の異なる研究機関によって、太陽ニュートリノフラックスの測定結果は、すべてデイビスグループの測定結果を支持するものでありました。その結果、太陽の内部構造の想定に、根本的な面から変更を迫るのか、あるいはニュートリノの物理的性質に本質的な変更を迫るものなのかが大きな研究課題として浮かび上がってきたのでした。理論面を担当したバコールたちの理論計算に対する原子核物理学者の多くの研究者によって指示が得られるようになってきました。バコールの回想記録によると、当初はほとんど指示が得られなかったので、苦悩の日々を送ったとのことでありました。バコールのグループの理論計算が正しいとなり、一方、デイビスの実験グループの測定結果も信頼に足りることが明らかになってきました。この結果、理論値と測定値との間の解決策に関しては、全く
手がかりが見つからなかった。難問が太陽ニュートリノ問題と呼ばれる難問でありました。我が国の東京大学宇宙船研究所神岡研究施設神岡関税での測定方法は、巨大なタンク内の純水の電子が太陽から飛来した電子ニュートリノと衝突し散乱される際に放出するチェレンコフの光を捕まえるものであります。水中での光速は真空中よりも遅いのです。水の屈折率は可視光領域波長で約 1.33、 真空中での光速度約30万km/s を水の屈折率 1.33 で割った値、すなわち水中での光速度はイコール30万割ることの 1.33 イコール22.5万km/s となります。荷電粒子電子ニュートリノが絶縁された媒質中タンク内の水を通過するとき水の電子と衝突をし跳ね飛ばし、跳ね飛ばされた電子の運動速度が水中の光速を超えることがあります。粒子の通過後媒質中の粒子が再び平行状態に戻るときに光速を超えた分のエネルギーを外に逃がすために電子からチェレンコフの光が放射されるのであります。跳ね飛ばされた電子の運動方向が入力した電子ニュートリノの方向に大体なっているので方向分布を見ることで太陽から飛来した電子ニュートリノを特定できるのです。真空中では荷電粒子の速度は光速よりも遅い、 V は、光速より小さい、 C は真空中の光の速度です。これが媒質中では光の速度は C÷N、 N は媒質の屈折率となるため荷電粒子の速度が光の速度を超えることができます。光子が荷電粒子に追いつかず振り落とされて、その結果光が放出されるというふうに判断されます。チェレンコフ光、チェレンコフの光は荷電粒子の進行方向に対して角度θで円錐状に放出されます。放出角度は cosθ イコール1÷n×β、 β は荷電粒子の速度と考えてくださいと表されます。水の場合は屈折率が 1.33 でありますから、チェレンコフ光のチェレンコフの光の放出角度は42度となります。チェレンコフの光は発生点から荷電粒子がエネルギーを失うまで放出されます。したがってスーパーカミオカンデ検出機のタンクの壁面に設置された数多くの光電倍増管ではリング状の光の像が検出されるのです。このリングの形状、光を検出した時間情報や検出した光子数などから粒子のエネルギー、種類、発生点、進行方向などの情報を得ることができるのです。これが神岡研究施設でのニュートリノの観測の原理であります。この施設で得られたフラクスの測定値も平均ではバコールたちの求めた理論値の
自分の1以下でありました。この章では日本が世界をリードするニュートリノ天文学の基礎となっている媒質内でのチェレンコフの光の発生のメカニズムについて詳細に検討してきました。この発生原理の解明に対してノーベル賞が与えられています。次の章で日本、カナダでの太陽ニュートリノ問題を解明するための努力と、その努力の結果突き止められたニュートリノ振動の解明につき詳細に検討します。この解明こそが太陽ニュートリノ問題を解決に導いたのです。